尖った3人に聞きたいトーク。逆に佐々木さんとか前さんとかないんですか。あ、3人に聞きたいことテーマ、はい、何でもいいっすよ。僕ら感覚値が同じやからあんま出てこないというか、お互いのことどう思ってるか聞きたいですよね。あ、ガチなやつ、ガチのガチなやつ言うと、まずヒカルさんに関しては、まあまあもうベタですけど頭いいし、でトレンドに乗るし、この人の2番線にしよったら生きていけるっていうのを見極めたから、だから相馬君聞いてる、相馬君みたいにこの人にひっつくんじゃなくて、別にこの人も外から見といても真似しとけばいいねんから。ミクルさんもそうでしょ。あ、もうヒカルさんの真似してるでしょ多分。そんな感じ出てるやん。そんな別に近くにおらんでもええねん。離れててもこの人の真似しとったらもうそれで成功する、2番線時まで売れるから。っていう、だからこの人すごいなと思ってる。成功するビジネス、 YouTube の中で、こと YouTube の中で言うと、成功するビジネスをずっとやってるっていうか、トレンドっていうね。嬉しいですねそれはね。まあ見とったらいいなっていうふうに思うし、で柴田さんに関しては人がいいのはもちろんやけど、家族法律もしっかりして大人やけど、でもほんまになんか昔ネタで言ってみたいに、ほんまに病気なんかメンヘラなのか、絶対そこ入ったらあかんねんってところと遅くてくる時あるっていう。確かにね、まだこう解明されてないですもんね。そうやねん、メンヘラなのか病気なのか。さっきの名前とか年ぐらいよな、ピーしてくれるし別にええねん。最悪オフラインで誰かここで周り聞いてるだけとかどうでもええねんけど、なんだろうね病気なんかね。なんかね、それだからほんまに沖縄の船で僕の顔を隠し撮りして、それをなんか僕が夏ね、言うて僕がゴリゴリ加工していい価格でネタでね、バズらすためにやったのを見てね、あれやるやったら俺も出していいやんって勝手にスイッチ入って勝手に出してるんですよ。3年前の夏ぐらいに。僕ら柴田さんのそういう病気みたいなのに何度か苦しめられてますからね。めっちゃまともな人やのに、変なスイッチあるから、あ、なんかそこはちょっとちゃんと。いやでも多分たまに柴田やらなあかんってなる時あるんじゃないですか。柴田ボンバイ、うん、柴田ボンバイやらないといけなくて、その世間から柴田のこの尖った分見せないとひよったと思われるんじゃないかっていう、まあ、それはあるかもしれない。その尖り見せるのが一番仲いいやつやったらディスってもOKだろみたいな、わけわからないライン持ってて、で仲いいやつに言ってるっていうのがあると思うんですよ俺。それで最近朝倉未来から絶縁されたからね。あれはガチだ。何言ったんすか。いやなんか何にも言ってないけどな。言ってるでしょ絶対。まあでも、まあ、メイウェザーには 100% 勝てないみたいなのと、はい、YouTuber としての舵取りを間違えてるっていうのは言ったね動画で。あれ YouTuber として僕ミクルさんは結構賢くやってると思うんですよ。賢くやってるけど、でもメイウェザー戦に向けて動画の投稿頻度を落として、はい、で結局メイウェザー戦もこうケツが見えてるじゃないですか。うん、はいはいはい、まあ、うん、ぶっちゃけこれね、博多のね、おでんの名物で、博多にしかないっちゃけど、中に餃子が入ってる。餃子、餃子ごぼうじゃなくて、ごぼうじゃなくて、おでんなんですかこれも。おでんなんです、もしよかったら食べてみてください。ありがとうございます。はい、食べてきます。もう絶対うまいやん、これ。うまいの確定ですもんね。すごいなこれ、絶対うまいや。なになに、残念食べれへん。高くなや。みんな向こう向いとって、そっと食べて。無理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 、そんな俺次、俺そんな困る。二人に思うこと。はい、これ、ね、今でも俺根に持ってるというか。いやこっちが根に持ってることないでしょ。何言ってんの。こう何言ったん。病気出てるやん、もう病気出てるやん。病気でしょ。いやでも今日は尖っていいって言うから。まあ今日尖っていい、うんうん、言わせてもらうけど、うん、芸能人が YouTube に入ってくるのを助けたのは、マジで。じゃあ、 あれは絶対。それは柴田さん、俺のその理念的なものです、うん、違うんですよ、また考えが。今これずっと言ってくるもん。でもずっと言ったね。もう入ってても最初の時ずっと言ったよ。言わせて。二人がね、はい、芸能人が YouTube に入ってくるのを手助けしなかったら、あと2年か3年は遅れたはずなんだよ。遅れ、それ間違いない、それ間違いない、間違いないでしょ。で、俺この2年か3年でどんどん収益が落ちてるの、広告収入みたいな、ね、僕もそうですよ、はいはいはい、で結局あと1年伸ばせたら、あと2年伸ばせたら、はい、何千万か違ったのよ俺の会社の収益が。ざっくりね、それ間違いない、間違いない。でラファエルも、いやここで芸能人を入れることが YouTube の拡大になって、はい、YouTube の客が増えて、はい、結果僕らも得するんですって言って、ラファエルは自分のチャンネルの再生数が結局落ちてる。で、自分は頭いいから考えてて芸能人を入れる手助けをしてるんですって頭いいようなことを言ってるけど、はい、結局自分の組を絞めてアホやんと思ってる。あ、だからそこはそのお金だけじゃなくて、YouTube っていうのが正直、じゃあ子供に YouTube やってんねパパって言えるかっていう微妙な時代ってあったでしょ。少なくとも今も微妙でしょ、昔の芸人みたいな、うん、まずあの状況が価値のない仕事をやってるで嫌なんですよ。で芸人とか入ってきてグラビアアイドル入ってきて、こうやってね、頭いいようなことね、俺の行動は間違ってなかったみたいなこと言うでしょ。それ考え的な問題ですね、お金じゃなくて。お金で言ったら柴田さん言ってる通りなんで。いやそうだよ、だから俺はお金の面でラファエルのせいですげえ何千万も損したなって思ってるよ。ただそれは事実、そういう人がほとんどですけど、僕個人とかちゃんとやれてるとか、別にそこで他のビジネスやれてその人とつながって一緒に仕事をしたりとか、まあ YouTuber の
社会的地位は上がったってことですね。そうだし、そこで僕はコンサル引っ張ったりするんで、結局僕としては別にトータルで YouTube で下がってるものは何もないんで、だし価値のある仕事できてるし、芸能人が僕らを崇拝する場面もあったりするでしょ。でそういう意味で僕らの価値絶対に上がってるんですよ、ね、でもさ、はい、廃業していった YouTuber でヒカルラファエルが入れたせいだって思ってるやつもいると思う。そいつらを僕らは淘汰したかったんですよ。だから僕ははっきり言っていいですか、うん、消えたそいつらが雑魚すぎただけですいや本当に違うだ、分かってるでしょ。いっくん聞いたか、うん、お前のことだぞいっくんいや名前は挙げてんやろ別に。いや僕って努力を認めたくないんですよ、人間の。そもそも結果としてできる人間しか認めたくないんですよ。まあ家庭は関係ないと、どうでもいいです、家庭なんだ。あ、それ分かります。か消えていくやつも雑魚だと、そいつらがですよ。逆にそいつの実力が、芸能人が入ってきても残っていける実力がなかったそいつのせいだと、はい、そうです。逆に言うとそんなやつと同じところの教室取ったよ俺っていうのがもう恥ずかしいですよ、うん、お前らがおるから YouTuber はってなんやねんって笑われるって、うん、なるほどな、ね、逆にお前らがおらんかったら 2,3 年もっと早く俺らはもっと崇高なものとして見られてたって逆に言いたいというか、うん、そういうことです。消えてよかったお前ら全員で、そうなって、まあ、偽物が消えたってこと。そうで、そうなってここに残ってる僕らは、まあ、先生しとるわお前ら消えてお前らの撮った動画全部おもんなかったわしょうがないとこバカバカ撮らせやがってほんまにこっちも上手撮っとんねん。でもそれで生き残ってるから、今の柴田さんたちってもしかしたらお金だけで言ったら目の前は見えてるのもそうかもしれないけど、違うところでマネタイズというか、うん、違うお金で買われるものを多分あ残ってるすごい先輩方やってなってるはずやから。ああなるほど、そこはなんかプライスレスというか、まあ、ライジン出たらもう、いやほんまにそう、関係はあるかもしれない、因果関係はゼロじゃないかもしれない。いやほんまにそうや、なんかしら、まあ、確かに YouTuber の地位がちょっと上がって、だからそのライジンで、まあそういう枠があってもいいのかもみたいなのはあったのかもしれない、はい、絶対そうです。でも実はライジンでね、多分結構稼いでるんでトントンぐらいです結論トントンです。確かにな、そこで得してる部分はあるわ、はい、だから僕なりのちょっと考えがあったっていう、ただ儲ける儲けないじゃなくて、なるほど、それはちょっとやっぱ出すね、職業として恥ずかしいと思われるのはやっぱきつい。嫁に何やってるかわからんって、嫁がよそに言われへんような仕事嫌やわ。それがきっかけで、うん、情報書でやめましたもん。ああそうなんだ。 ずっとそういえばいじってくれば金髪に色が引かれても、そろそろいいし、しかもいいし、しかもあんまみんなもう知ってないし、誰も知らんの、誰も知らんのにそれをずっと言い続けるから、そういうとこなんですよ柴田さんずっともう誰も求めてないし、ラマさんのもういじりも求めてないのに、笑いも取れてないのに、俺らだけ個人攻撃するためだけで言い続けてるし、ネット上でいらないでしょ正直。いらないな、もうもうそろそろいいでしょ終わったらっていう、そこの時代の時はやっぱこう誇れないと、彼女ができてたしもうなんか自慢もできないし、なんかこう堂々と言いにくいなっていうか、うん、あって嫌になって僕はやめた。なるほどね。間違いなく僕の承認欲求もないにしても満たされた、はい、新たに生まれた承認欲求満たされたとこあるんですよ、はい、要は芸人入ってて通用せえへんやつも5万取ったでしょ、うん、ほんで通用してるけどやり方悪いし、ビジネス下手やから再生めっちゃ取ってるけど結局事務所に管理されてて、結局マネタイズできてへん芸人いっぱいおるでしょ、うん、僕の10倍再生取ってる時僕ら稼いでんやつとか、うん、YouTuber で、うん、そういうの見るとやっぱりなってなるというか。いやでも俺それほんまに思うのが、なんかこう僕たまにこう芸人さんに対して一回話題になったことあるんですけど、芸人って言っていいですか、めっちゃいるじゃないですか、もうでめっちゃいるのに成功してるの一部でしょ、その一部のめっちゃ成功した人は全部自分かのように言ってくるんですよ。俺それめっちゃ嫌いで。どういうこと、どういうこと。いやだからその言ったらす、まあ、ダウンタウンめっちゃ成功してるじゃないですか、うんはい、ダウンタウンの名前をめっちゃ使ってくるのがめっちゃムカつくんですよ俺。そういう感じで生きてくるやつ、なんかいや芸人こんな成功してるからみたいな言ってるんですけど、いやそれ一部やんって話だから、大半成功してないしっていうのがもうあって、どんな生きられても困るっていうのは正直ありました僕は。なんかそれ言ってましたね、なんかトラブルだったやつ、なんかニュースになってた。俺それそんなことないもん、経験したことないもん俺。いやあるんですよ、やっぱちらほらあるんですよ、やっぱそういうところ。それがだから納得いかないです。一部はすごいのは誰でも分かるじゃないですか、そんなみんな認めてるんですよ。でも YouTuber のことは底辺がどうとか言うじゃないですか。でも底辺芸人ってあんま言われないでしょ言葉で。でも YouTuber だからなんかやたらなんかこうバカにされるじゃないですか底辺の人。でも芸人も底辺山ほどいるじゃないですかっていうのを僕思っちゃいました。別だから一緒やんっていう。それはまあそれはそうですね。そうそうヒカルはあれだな、芸人に対して思うところがありすぎるな。確かに確かに。いやなんかこう比べてくるのもいいんですけど、土俵も若干違うのに、なんか全部こっち自分が上かのように話してくるやつが過去に僕は数人いたんですよ。いたんだな、はい、でそれだから今っていうのはちょっとわかるな。こっちにはこんな人がいるって言うんですよ。それがもうムカつくんですよ。いやお前別に他者ないやんっていうなんかこっちにはヒカキンがいるぜとは言いづらいしな。そうなんですよ、まあ、歴史も違うじゃないですか、まあ、そうなんですよ。だからおいおいおいヒカキンしっかりしろよお前それが俺はしっかりしろよマジで。なんかダサいなと思っちゃいますね、ほんまにしっかりしろしわ、うん、うちのトップこれやで、うん、確かに言いにくいわ。言いにくいわ、だってうちの子供はめっちゃ見てるもん、うん、言いにくいわそんなマジで。しかも誰もトップやと思ってないしな、うん、そもそもやめとけ、おなまだまだなトップやまだまだ思ってないぞトップや、まだ
未だにヒカキンの動画で一回もらったことない。まあ、その難しいんですよ。めちゃくちゃすごい何万人集める体操のお兄さんみたいな感じ。僕はありますけど、ヒカキンの動画で笑ったこと。本当にあのベジータかなんかなったやつめっちゃ笑ったけど俺。何それあったやん、めっちゃ昔あったやん。なんか僕も笑った爆笑したわ。俺も笑った。あるわ最近。何最近やったわほんま俺。あの長澤まさみさんたちはヒカキンさんの家に遊びに来た時の、はい、ヒカキンさんを見る長澤まさみさんの目で笑ったわいやそれはもうめっちゃ斜めや、めっちゃバカにしてる。バカにしてる。しかもそれ、いやおもろかったよ。それはバカにして笑ってるだけ。あれ演出でしょ。ディスでしょそれは。演出でしょあれ、うん、お前ら絶対 P 入れるよこれでも知らん、責任取れへんぞ。入れるわけないやろな。責任取れへんぞこれ。こう P 出したやつ今回全部まあ今回でね、こう燃えても憑依してるんでいいんですよ。これ今の俺たちじゃない。今は思ってない。俺たち今の俺たちじゃないから。違う。これはもう、尖ってた時、6年前とかや、俺は。そう。俺15年前ですからね。ラムさん、15年前って言ってる時点で自分の年齢半分言ってるようなもんなんですよ。まあ、20歳ですから、だから5歳の時ですよ。5歳の時の僕です。そんな目で見んといてください、柴田さん。この後、日本酒一緒に行きましょう。はい、変わらずつまんないね。どうでもいいんじゃん。どうでもいいんじゃん、こんなとこで。あ、どうだ、質問。はいはい、いいっすか。あ、そう、俺柴田さんとラムさん言ってないよ。もういいか。あ、そう、まあまあでも聞きたいけどな、それ。聞きたい。俺は仕事とはまた別の面で見ちゃうんですよ。はい、僕は正直もう数字にとらわれてるんですよ。うん、もう僕呪いにかけられてるんですよ。うん、だからなんか数字が落ちたらもうダメなんです。落ち着かないんですよ今現状は。確かに。しばらく多分これ呪縛から逃れれないんで、はい、数字からある種解放されてる感はあるんですよ二人とも。ああ。めっちゃ気にしてはないなと思ってて。そうだね。そこがもうまず一個羨ましいんですよ僕は、うん。楽しそうだなっていう。はい、で柴田さんとかも自分の好きなパチンコやりながら、うん、スロットやりながら、まあ、全国転々として、はいはいはい、で女の子その度行って。今のはカットしたらなあかんで、ね、地方で遊んでな。遊んでな、地方の女を抱いてな。このおっさん真面目ね。このおっさん真面目ね、ほんまに。抱いとる抱いとる。で、でそのまま羨ましいっていうか、なんかその楽しそうだなって、その男として一回は歩みたい人生の生き方してるなと思うんですよ一個。まず、うんうん、自分の好きなことやって、だって俺も行っても俺もパチンカスみたいなのがあったんで、絶対おもろい。スロットやってる楽しさって結構尋常じゃないんですよ。しかもあれ不思議なもんで、ずっとやっても飽きないんですよ。なんか未だに楽しいやば。そうで、なんかみんなこんな飽きるんじゃないかと言われるけど、意外に飽きひんから、そうやってるから面白そうだなっていう。だから面白さの人生歩んでるなっていうのがまず一個。確かに。でラーさんもラーさんで飲み会やってるでしょ。俺あれがちょっと羨ましさあるんですよ。でも嫌いでしょそういう。いや嫌いけど好きやったら楽しそうでしょ。ああまあまあ、俺ってやっぱその陽気のノリが分かんないから、例えばボーリングとかカラオケで騒ぐみたいなの分からへんから、羨ましい。そういう人も、うん、そんな感覚で飲み会で楽しそうにしてる人見たらちょっと羨ましいんですよ。友達もいっぱいおるし。確かに。俺友達おらへんからあんまり。だからそういうのやってんのがいいなみたいな、そういう人生めっちゃ楽しそうやなみたいな。でお金もある程度どっちもあるじゃないですか。その中でそれやってるんが、なんか仕事以外の幸せを見つけた感っていうか、そこの勝ち組感はちょっと出てますよね。あれは共通するところで、ちょっとお金で買われへんもんを、そう、あ、そうちょっと身近によく使ってる、うん、そうで、やしで家族もいるわけじゃないですか。そう、家族もいて、さらにこうある程度自由もあってお金もあって、そうで楽しくやってるっていう。で僕は仕事ばっかやってるんで、だそこちょっと羨ましいなって二人に思うことですね。確かに、まあ、今日だからお酒か、お酒飲むか飲まへんかで、うん、まあ、お酒でも大事というところなのかな、うん、どうしても人数増えてくるからお酒飲むと、うん、でも確かにね、まあ、光くんは今はそれは無理かもしれないけど、はい、なんか数字から解放されると楽だね、うん、どのタイミングなんですかね。まあ、でも一回自分の中でも諦めるんですか、妥協なんですか。難しい。光さんってめっちゃ稼いでんのに数字求めるでしょ。僕は同じだけ稼いでたら数字が、僕は光さんの10分の1でもいいでしょって思っちゃうんですよ。うん、でも数字もいっちゃうからムカつくんですよ。分かるよ、ほんまこっちに行くやから、ね、例えば落ちて視聴者のファンやってた人が、はい、光オワコンっていうの見たらぶん殴りたくなるんですよ片っ端から。もう潜らせただけ、あのワンファンパニックみたいな感じで、あ、全部そっちのマインドっすよね。だから僕全部ぶったたきやからです。だからなるほどな、まあ、じゃあ勝負しようかっていう、そういうなっちゃうんですよね。なるほどね。全部だからそれがもう、まあ、モチベーションになってるんですけど、誰にも何にも言わせねえみたいな感じ。そう言われた時点でってなっちゃうまだ自分がいるんで、負けず嫌いなんですよ僕やっぱ。本当に気持ちよくなるスイッチがちょっと根本違うっすわ。あ、でも確かにそうだそう、気づいてへんくて、うん、お前黒火焼きで白火の俺の方がほんま強いねんで、ヘコヘコしてるけどっていうのが一番気持ちいいっすよ。なるほどね。ビスケットリバーみたいな感じや。そうっす。もう帯持ってないけど、一番強い。一番気持ちいい。篠田に、篠田もビラせや、篠田を。なるほどね。まあ、そういうとこあるんでね、僕、負けず嫌いなんです。まだ若いんですよ、僕、めっちゃ。心が多分まだ。若いね。多分、一番ワンちゃん僕、尖ってると思うんですよ、この中でまだ。尖ってんね。まあまあまあ。多分ですけど、根本的な思考で言ったら。まあ。悔しいとか、怒りとかが僕、めっちゃ強いんですよ、僕、感情として。動画に向けてるスタンスとか、YouTube に向けてるスタンスは一番若くて、まだ一番尖ってんね。
うん、尖ってますね。さっきのこの芸人さんの発言とかも若干そうとかあるね。そう、ところはそれを乗り越えて気持ちよくなってる。まあ自分の中で完結してる、もう本当に超なんか時間のかかるオナにしてるような感覚なんです。もう僕からすると本当にそれはもう、それいろんな人を題材にして結果出てるっすからね。自分で思ってるのが、自分の中で思ったものがある程度ここで思ったものがやって結果出なかったら、ここなの。もう衰えたんだなと思ってやめるかもしれないです。まあ今はまだ思い描いたことがちゃんと実現されていくんですよ、まだ。すごいね、それがすごいね、うん、その感覚が狂った時はもう引退かなと思ってますよね。あとはもう ここ以上に楽しいこと見つけちゃったら引退ですね。